ネックレスね、メールとかでは送ってたんですけど、いや初見じゃないわ、ショールームでなんか言いました、買いましたって、何円でしたって。そうそうそう、タグついてる状態で。いい女本当、5分ぐらいでメイクしました最近全然ショールームメイクしてやってなかったから、ちょっとちゃんとメイクして配信しようって思って。でもまつげしてないから目が薄い。やつやりね、な、韓国っぽくなった韓国っぽくない、この唇。ね、なんかベースのアイシャドウと目尻だけアイライン引いて涙袋はやったんですけど、まつげ上げれなかった。お出かけですか？うん、ショールームのためだけに。この時間はどんどん並べた方がいいのでは？並べてます実は、まあ、さっきはちょっと準備しながらも並べてた。でもちょっとだけ、そう、これでメットタイムです。まあ、やっぱね、時折メイクをすることも大切だと思いまして。こんばんは。でもメイクするのが久しぶりすぎてさ、なんかメイクって久しぶりだって思いながらメイクしました。ちゃんの卒婚以来だった。本当は T シャツ着てたんですけど、それも着替えました。でも T シャツでも良かったかもって思って。ネックレスいらんくない？いるか、いや、いらんか、いるか、いらんか、どっちでもいいか。チョコのシャドウ使ってる？うん、のベースの色と涙袋だけ塗った。そうですね、下はレッスン着でもザラのズボンよ。の影響で結び髪の魅力に気づいた。本当？私なんか結んだ方が顔っていうか頭というか顔というか小さく見えるからさ。イヤーカフあった。そう、最近なんか筋トレしたりさ、まあなんか食事制限みたいな、まあ制限はしてないんですけど、全然食事に気をつけたりしてたら、めっちゃ鎖骨とかが今まで以上に出るようになって、こことか
なんかでもいいのか良くないのか分からないような出方。ヤクフに好き。自分さ左耳の方がさ前に出とんの。ちより。さっき私ありがとう。お、Thank you。だからあのねネックレス外して見せていくスタイルで。鎖骨触り会やろ。やるわけないだろ。やばい、トンネルした。よし、姿勢を良くしながらしよう。早打ちでさ間違えてさなんか6持ってるのと K 持ってるので逆に K 出しちゃってっていうことがよくあるんですよね。にゃん、バーストした。1位でした私。めっちゃく韓国っぽい曲、唇がね、早打ちって焦るよね。心は離れてた。このスタイル好きなの。うん。あ、間違えて CM 見ちゃった。え、今日の唇良くない？シャツはザラじゃない。どこですかねこれ。忘れてた。うん、めっちゃいい色なんですが唇。今度のツアーこの唇の作り方しよう。前髪もめっちゃよくない？本当？前髪今日ツイッターに載ってたあの長濱ねるさんの前髪になりたくて真ん中くるんって巻いてみたけど、ちょっと長い。さっきの方が良かった。触る方が良かったな。みちさんなんで早い時間からショールームしてるの？暇なの？暇なんです。暇だけどショールームつけたらみんながいるから。みんなも時間があったのかなってかね。暇な時ってさあの見たりするんですよ、ゲーム実況生配信されてる方とかで。結構ありがたいからさあ、じゃあ私もショールームしたらありがたいのかなって思って。暇なんですけど今三窓だから、うん、暇の猛者ですね。なんか尺なので、あごめんって。チーク足したい。いっか、口が濃いから。
今日電気屋さんにプロジェクター見に行きました。もう私は欲しくなりましたけど、欲しくなりましたけど、待って待って、やめて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 セーフ、トンネルしてなかった。まあ1位、欲しかったけど買わずに帰った。なぜ我慢ができたのか、なぜ我慢ができたのかというと、ネットから買ったら3000円オフと書いてあったので、そうだからもうちょい検討して買おうって思ったんです。もうね、パソコンで見れるって言ったらパソコンで見れるんですよ。実際でもやっぱプロジェクターで見るっていうのが私の夢なんですよね。でも見れるっちゃ見れるよ。 iPad も持っとるし、パソコンも持っとるし、不自由ない生活はできるんですよ。だからその自分のあのね、欲が満たされるためだけのお金を払うか、見れるもんは見れるんだから、もうそれは我慢して今あるものでも全然ことは足りるので、それを諦めるかちょっと迷おうと思って。皆さんならどうします？こういう時反応しなかった。プロジェクター持っててもあまり使ってない。そういうこともありうるもんね。買っちゃうかも、買っちゃう買っちゃう、欲望のまま迷ってるふりして買う、買っちゃうやっぱね、私のルームって感じ。僕は原動力、欲しいものは買うしか。確かに、なんか心理テストの答えみたいな書き方よね。欲は原動力、買いたいものは買うしか。画質は iPad と PC の方が100倍。確かに。でもなぁ、そうなんだよね。でもやっぱブルーライトがさ絶対ブルーライトがさ、 PC とかから見るよりね、プロジェクターで映した方が絶対に害はないじゃないですか。害は薄くなるというか、少ないというか、多分頑張ればいいと思う。そうなんよね。でもね、私はそれを最近よくしてきたんですよ。よくね、原動力になるならざるを得ないぐらいのお買い物を何個かしたから、最近だから迷うんですよね。ブルーライトとか別に害はない。そうなの？そこの壁にもうポスター貼れなくなるけど大丈夫。大丈夫あんまりポスター貼る人じゃないから、シンプルイズベスト成人なので。いや、頑張った実績がじゃなくて、お、ありがとう。頑張らんといけんぐらいの買い物を最近した実績があるんです。これで頑張ろう、これで頑張ろうをいっぱいゲットしちゃって、
で、そう最近節約しようって決めたばっかなんですけど、それならもう絶対買わん方がいいよねってなるんだけどさ、だけどさ、買った後秋で結局パソコンでいいやってなりそう。あん、手が反応しなかった。早打ちイベントが、うん、今なんてもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃に戻れない。冷静じゃないから恋ができるんだ。客観的で自分らしくない。明日ももちろん好きだけど。アプローチ使ってるよ。近づかない遠い光のままで。1週間経ってまだ欲しかったら買うとか。いやもう結構欲しがってるんですよ。1ヶ月まあ経ってるぐらい欲しがってるの。そう、人間の感情は勝手なものだろう。1ヶ月我慢できるなら買わなくても。確かに現物見てよかったんよね。なんかもともと元から YouTube とかいろんなアプリが入ってて、でお店で YouTube が流れてたんですけど、帰る時にはおしゃべりから揚げたくんを流して帰ってやったぜ。そう、電気屋さんで写りとかも見える。そうそうそう、エンドレスあげたくんになってた。うん、なんだっけ QOL みたいな、生活水準みたいなさ、それは確実に絶対に上がるじゃん。コンビニで推しが表紙の雑誌を、そうそうそう、ツインタワーのあの、そうですそうです。プロジェクターの話してる。違う、心は離れてた、やり直そうと言われたら僕はどうした。確かに、やばい、自分の唇に惚れそう。めちゃめちゃ綺麗。私が欲しいプロジェクターは5万6000とか気がする。今だってもちろん好きだけど、なぜだろうあの頃に戻れない。冷静じゃないから恋ができるんだ。客観的で自分らしくない。明日ももちろん好きだけど、近づかない遠い光のままで。君の幸せをずっと祈ってるよ。ごめんね。 Do 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 fingers crossed。 リップはね、なんか
もうね多分ね4年前ぐらい 4,5 年前に買ってる韓国のワイン型のリップと一歩中心に塗りのこれをその上から塗りたくりました。期限大丈夫な？わかんないダメかも。今日のお洋服とかメイクとかアクセサリー全部大人の女性って感じで可愛い。嬉しい。 Thank you。 確かに。バーバリー、あー出せるの。一押しに当たった、ありがとう。そうグラデーションみたいになってる。素敵な唇してるやんあなた。私？あなた？私？今の道にとってはバーバリーより全然プロジェクト。でもバーバリーいやバーバリー私憧れなんですよ。めっちゃ憧れな。あのチェックも好きだし。めっちゃ憧れで、なんかさあのなんていうバッグなの、キャンパスバッグみたいなあるじゃん、ほんと有名なワイン型のめっちゃ欲しい。変に型ね、まだ売ってるのかな。自分がその顔だと変に型みたいな。優しい、ありがとう。今メール送ってます。そうでキャンパストートみたいなねやつが憧れなんですよ。でもそうこの前もねあのバーバリーってカンガルーなら、それカンゴルじゃん。この前も買ってお高いバッグを、それがそう自分のお買い物史上2番目に高い買い物だったんですよ。1番が、まあ、携帯もそうなんですけどパソコン、携帯一括で払ってないけんパソコンがやった今までで1番高い買い物なんですけど、その買い物したけんさ、
そうなの。私はバッグが好きなんだなって思った。友達から、私も大人な女性になったもんだ。時間が寂しくなくなって気づけば心が離れてた。ウーマンバックスオールバック、これ私の憧れバッグでも容量っていうか中身は全然入らないんですよ。マジで可愛い、本当に可愛いって思うんだけど、でもなんかお買い物するってなっても、なんか今の段階の私がこれを持って街を歩いたりするという想像ができないっていうか、結局買ってもひよって持たない気がして、もうちょっとね、あの20代後半とかになったらモテるかもって思ったんですよ。今の私にはちょっと高すぎるというか身の丈に合ってないと思いまして、でもめっちゃ好きなの。バーバリー自体も憧れだし、でも私がそこまで達してないから、まだ最近買ったバッグもお高くて、そのもまだもあんまり持てないんです。1回しか使えてなくて、そう大人なら高いもの1つ、いや1つは持っとんよ。あ、でもそれは結構大きいバッグなんですけど、そうこれはね、このこれを買おうとしたらプロジェクター3台買えるね今の服には似合いそう。確かにひよってるんだよ。まあこれは今買いたいわけじゃなく、自分が自分で自分をその身の丈に合った人だって、まあ合った人になれるかも分かりませんが、そうね、メンバーからも驚かれるし、応援してくださってる方ももしね、載せる気はないけどさ、なんか持ってるところがさ、メンバーとの写真でこうやってもっと写ってるところのここにバーバリーとかあったりしたらさ、なんかいやらしいのかなっていうか、いやらしくはないけど、なんかあ、今村の分際でそんなどうなの持ってるんやみたいなね、思っちゃうんですよ自分がね。皆さんがどう思うかは分かりませんけど、自分は思っちゃうから、まだ自分はそうじゃないって思っちゃうので、自分が26、27とかだったらいいかもしれない。まだこれは自分の思い込みでしかないんですけど、全然私の年代で持ってる子がいても全然いいと思うし、ただ自分が自分でまだそこじゃないって思ってるだけで、自分がそこになるには26、27ぐらいなのかな自分はって思ってるだけで、
さ、そうなんよ。でもそうそう、これはプレゼントでいただきました。かわいいよね、女の子から。アウトレットで買った、もう本当に4分の1ぐらいの値段で買えた2万何円の、あのね、皆さん七並べしてあのね、コーチのねバッグがあった、あるんですけど、それはもうね、もうね、これはあんまりいやらしくもないでしょうから、見たこともあるかもしれんし、この形がめっちゃ好きでずっと探してたんです、こういうの。なんかね、何だったっけな、あの忘れちゃった、3文字のなんか女性の女性ブランドみたいな、なんだっけ、なんだっけ、3文字のあのリリー・ブラウンとかによくあるやつ、リリー・ブラウンのオールドのやつ、セリーヌかな、セリーヌのこういう形のバッグがね欲しかったんですけど、結局ね、あのね、買えなかったんですよ。在庫も切れてたし、いろいろと、タイミングも合わず、それもまあまあプロジェクターぐらいの値段で、そうで、ちょっと似てる形の見つけて、そう、その半分ぐらいの値段でお買い上げできたので嬉しい。でもこのね、そのアウトレットで買った2万何千円のバッグなんですけど、これ持ってるだけでもめっちゃね姿勢が良くなるの。色いいね、ね、可愛いよね。しかもなんか肩掛けにもできるんですよ、これ。肩掛けにもできるんですけど、あのね、こう持ちたかったんです、私は。なんか大人の女性っぽくて、これが自分のイメージの中でね。そう、ほんでこうやって持って、本当になんかいい女になって気持ちになれるんですよ。だから私はまだ2万何千円でそうなれる女なので、そう、まだあの一個ね、そう、いいものは買っちゃったんですけど、それは結構大きいものなんですよ。大きいバッグ、これより3倍ぐらい、この 2,3 倍は容量入るバッグを買って、それがお高いんですけど、でそれはなんかずっと同じような形を探してて、でもそう、ずっとそれに憧れてたんです。憧れてて、でずっといろんなやつを探したけど、なかなかいい、なんかビビッとくるものに出会えなくて、でなんか結局ビビッとくるまで探すのも難しいし、なんか模倣品を買ったところで、あのね、あ、やっぱりあっち買った方が良かったかなって思うぐらいなら、もう自分が憧れてるものを買おうって思って買ったバッグなので、もう一個高いものは、でもまだやっぱりそう、ちょっと背伸びしたからなかなか持って歩けない。え、2回使ったわ。まあでもちょっとずついい女になれるように
頑張ります。あら、遅ればせながら2周年おめ、おわアビーさんめっちゃかわいいだ、ありがとうございます。いえいえいえ、あギルバト皆さん一緒に並べしてください。ちょっと一斉までやってないけど、あらごめんね、たるき本がなってて、パフィンすでに相当素敵、ありがとう。まあでも自分で自分を認められるようになるまでね、そこまでの女だって自分で自分を思えるまでちょっとまだ、頑張る。15分からだ。今日でこの背景終わりですかね。ワインさんめっちゃ可愛いとは、ありがとう。ぼやけてる。くっきり。見える？ありがとうございます。ありがとう。ネイルしたくなってきた。お休みの日はいいんだよ、やっても。今日12ですよね。はっ、ツアーまであとちょっとじゃん。おきちゃんにご飯作ってあげたの？うん。ペディキュアとかすることあるの？ないっすね。自分の暮らして、明日ジェイソンが来ます。え、もう金曜日？明日マジか。一番大事にしていたあんなものとか、こんなルールか。サイリウムないから買うか迷ってる。あのステージに立つ側の身なんですけど、私って、あのね、そういう、そうステージに立つ側の身からするとペンライトが一番
その判断しやすい、光ってるから判断材料としてどんな席でも分かりやすい一番のものですね。うちはもうすごく嬉しいんですけど、まずパッと目に入るものは結構ペンライトの方が入りやすいです。でそのね、ピンクと紫見つけてからその方の内輪を見てわーってなったりすることもあるから、そう書いたら赤くなっちゃった、悲しい、書いて赤くなっちゃった、最悪だ。そうそう、うん、光るマスク、さっきのバッグ持ってたら気づいてくれるかな。いや光ってないと気づかんかもしれない、光をプラスしてくれとバッグに。ピンク&パープルは見てだけな、そう、ま、一気見はね、ニキがサヤカリンが一緒。そうそう、うん、僕見つけてほしい派じゃなくてただ見に行きたい派だからペンライト持たん。そうなんですね、まあそれもいいと思う。やばい、ギルバド始まってる。そう、ペンライト見つけてほしいんじゃなくてみちにエール送ってんだよ。そう、ペンライトすごく嬉しくなる。ペンライトで今日自分を応援してくださってる方が何人来たかとか数えたりするからね、何人来てくださったか。なんかさ、やっぱさ、グループの一員としてさ、こんぐらいのキャパだから出演人数で割って私はどの平均というかこのぐらいその来てくださってる方を集められていたら達してるなみたいな考えたりするから。今の道の写真めっちゃ欲しい。本当？メールで送ったよ。そうそうそう、普通っていうかさね、チケットノルマある
あったりするじゃん、なんかあるとあるところは。そういう自分でたまに課してる、今日は達成できてたなとか、今日は全然ダメだったなとか、そうそう、道きっかけで箱押しの場合ペンライトで判別できない。そうなんだよ、いや本当にたまにですけどね。そう、意識するのが大事。そう、意識するのが大事。チケット買うとき誰押しかの欄がある？頑張って増やさなきゃね。そう。ああ、セプトさんとかあるよね。まあ今は来にくいご時世でもあるのでね。はあ、やられた。キルバトナウです。素敵なのは誰かの好き。そうそうそう、自分もさ、そのスクール時代にさ、クラス、自分の所属してるクラスがやるライブ主催するっていうか、そうライブがあったんですけど、そういう時チケットノルマみたいのあったから、そうそう、そういう経験も大事やんね。大変ね。そうですか？いいことじゃろ。やっぱそういうことをね、してた方がいいよ。ありがたみがわかるからね。売れないときは自分持ち。そうやね。勝てそうなところ、うん、でも出てる人数が圧倒的にこっちが少ない。4人対10、4人対何人だろう。あ、でも言うてかも、1、2、3、4、5、4人対5人かな。こうしてる。
段連絡取らないのにチケットの時だけ連絡来るのもなんだかなって気もする。いや私はそんなんじゃなかったけどね。まあそういうやつもあるよね。顔がいい、ありがとう。まあそうそうそう、ありがとう。ああ、眉毛濃いよね。難しいな眉毛って。ツイッターで美月さんが紹介してる宮島水族館行きたい。嬉しい、行ってくださいぜひ。いいよめっちゃ水族館自体いいよね。心が濃い方が好き。本当？じゃあいっか。眉毛も濃いし前髪も濃いけんかな。もうちょい前髪が、こう、ね、真ん中薄くみたいな。やばい、1分守備出れない。はっ、出た出た出た、やばいやばいやばい。ナイス、くちゃん。もう一人二人おったらな。リップも端くいから眉濃くてもバランスよきって感じ。確かに。あと今日はハイライト、こことこことこことことここにも入れてるんですけど、ここあんまりわかんないな。ドラゴンが出た、やられた。まひちゃん出てきて、私は守備につくよ。やばいやばい、私はさばくいっぱいさばいてて時間があれでした。おーのーさーのー、あれ、みなみもいないじゃん。みなみ何してるんだろう。王の佐野伝わらないの？やばいやばいやばいで、強いのが二人おるんじゃん。あ、でもユミリンがやっつけれるんだ。いや、これはミナミが来てくれたら。変わるかもしれない。そういう時は
怖い怖い、無理ゲーだよ。息吸ってきた。お願いします。お、ピコチも来た。にゃーん。シャ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 シ、こんばんは。私が倒せない人が 2,3 人いた。みーちゃんも来たってよ。私が呼んだんです。じゃじゃん。普段はスマホゲームを音出してやる？いや、物によりけり。今日は君が代の日なんです。いや、これねカラオケで高得点出やすいんですよ。本当に皆さん高得点、カラオケで高得点を出したい人は歌ってほしい。ビブラートも出しつけやすいし、私は97点8点取れて、そうこの曲で100点を目指したいって思ってます。そうそうそう
カラオケ行きたい。選曲独占。ああ。諦めるか。諦めたくなるよ。今別れの時、旅立ちの日に。飛び立とう未来信じて。弾む若い力信じてこの日に。なんか落ちた。怖っ、びっくり。今だってもちろん好きだけど、なぜだろう、あの頃に戻れない。君の幸せをずっと祈ってるよ。ごめんね。トゥトゥトゥ、フィンガースクロース。私の押し入れ、物がいっぱいすぎて、ギリギリでいつも保たれてるから、多分それが崩れちゃった。みんな怖いこと言わないで。もう回復薬ゼロだ。多分私の君が予兆音波で保ってたバランスが崩れた。だって下手すぎて、七度も抱き合った。寂しくなくなって、気づけば心が可愛い言われながら怒られてる。どういうこと？お疲れ様です。ギリギリ背中ひらよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ溜まってる、その胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を飲みたら見つめて動けなかった。愛とは読め上力。ちゃんが亡くなっただよ、小さいつがいるんだよって怒ってる。福ちゃんの真似したのに。回復薬なくなったって真似したし。なかなかもう美しく夜はまだまだこれからパーティー。マヒちゃん何してるの？
そんな冷静でどうするんだ、生きていたってつまんねえよ、もっともっとバカ騒ぎして夢でも見ようぜ。そう、皆さん七並べぜひやってください。私も後からする。シンガー Z じゃん。大変な。あと5分半。さばき大将が3人もおる。最終電車で向かうステーション。 TikTok 見てて思ったんだけど、そういやさそういやさんの曲で、本当？そういやさそういやさ、つつつつパフー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 。ありがとう。ありがたい。そういうお言葉。私も何をしたらいいか分かんないからさ、飲み物これもあるんです、マイボトル。この中にはジャスミンティーが入ってる。お願いします。こんばんは。じゃないんだ。でもああやっと一人さばけた、さばき倒したのに、もう一人さばき大将がおるけん。のう、あと 2分50秒しかない。ぬあ、無リンゴ、無リポですね。あとインドア港区女子館、本当？ドラゴンはヒットポイントの色は緑です。結構今までインドアな人生だったんですけど、もしかしたらアウトドアなのかもって思ってきた。
守備範囲の。山とか海に行きたい。いやなんか外の空気を吸いたい。キャンプ誘われていくかどうかが境目。それは難しいな。人によるね。ね、メンバーによるというか、誘ってくれた方によるくない？え、でもキャンプに誘ってくれる人だったら結構あのなんて言った関係性は深いと思うけど、人による。え、なんかね、全然知らない人の中にいきなりキャンプで入るとかは無理、人見知りだから。そういう人によるです。なんか友達の加減で選ぶとかじゃなくて、もう一面中あの知ってる方々とかだったら全然いけるけど、そうそうそう、って感じかな。最近は一緒にソロキャンプ行こうみたいな。しか違うやん。休みの日に家でじっとしてられない人。いやー、そういうわけでもないんですよね。だからインドアか。じゃあ終わった。負けた。負けたんご。とほほ。言うな言うな。とほほ。なんかさ、ツイッター変わったよね。ツイッターなんか変わりましたよね。なんかフォローするがなんか白くなった。文字も少し大きくなった気がする。え、それな、ちょっと昔の方が好きだった。今日はうん、小籠包と
く。よし、血並びしよう。少し前に血並び対戦してツイッター調べたらショルム中だったのできました。こんばんは。はーい。じゃあ54分54秒からしますね。ゴシゴシから今日の血並び開始です。こんにゃくリーナのポイントとか本当はね、人参入れたかったんだよ。でも入れるなが、今日はちゃんとでもあの揃えましたよ。ちゃんと小籠包はチンジャオロースと同類じゃん。コロね、二枚目の肉じゃがはコロッケの中身じゃん。今日はちゃんとしとる。今日はあながち嘘でもない。今日作った小籠包はめちゃめちゃ美味しかったです。板チョコバレンタイン頑張るお兄ちゃん、お兄ちゃん、フフ肉じゃがのコロッケ美味しいよね。大好き。いつまで嘘つけばいいんだろう私は。でも面白い。みんなすごい。ちょっとなんかあの嘘つきご飯のさツイートしだしてさフォロワー増えた気がするんですよね嘘かな。もしやってたら間違ってるよって言われそう。この前なんかバズったしね、ちょっとだけ。この前作った特製タルタルソースとエビチリですのツイートさ、私の自撮り2枚よりさご飯1枚の写真の方がさリツイート数も多いしいいね数もコメント数も多かったんですよ。悲しい現実。やっと自分の求められているものに出会った。ゴシゴシです。ゴシゴシ
あと、もう40秒ぐらい。みんなの脳トレだよ、脳トレ。老化防止ツイッターです。1、2、3、4。こもちんさん、木彫りの鮭さん、おふさんと当たりました。ありがとう。いえいえ、開始開始。プチパチプチ。ピンクのペンライト切れたんだよね。紫しか残ってないんだ今。うん、ペンライトがすごい。プチプチプチバリエゲナ、プチ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 バリエゲナ、プチバリプチバリパチエゲナ、バリエゲナ。ピアスどこのやつ、わかんない。ピアスじゃない、イヤーカフです。かわいいですよね。あ、ごめん、止めてた。わーい、1位になった。のぼめの大喜利大会もリップ多かったよね。あれ面白かった。あれやりたい、もう一回。これを見た方はなんてつぶやいてくださいってやったやつ、あれもう一回やりたいな。ダッサー口ってリボンするんだって。コンティニューとかシートタンジェントロールシューン貼って簡単なんだ。じゃあ次5、ごはごは58分58秒で。シャバダタタのソーツ。ドゥ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 。ごはごは、ごわごわ、ごわごわ。何時までやる予定？12時までやります。ごはごは、ごわごわで。眠たくなってきたな。あ、父が帰ってきました。ママ前髪切りたいな。プロジェクターで七並びしてる。本当に贅沢な使い方やね。いいな。やっぱゲットしちゃおうかしら。お帰りなさいませ。3、4、5、6、ポン。純喜さん、ハッチ、超さやか人さん、
のオタク3日目さんと当たりました。ありがとう。アンカーのやつゲームもできるね、らしいね。私はペンライトの在庫を増やしてきました。あー、ペンライトしよったら早打ちできん。イエーイ、5本持ち。難しい。ほしゃ。ビンボー。ビンボー。うまるちゃんのモノマネ難しい。何やもん。泣いてる。あ、間違えた。バスしちゃった。ごめんごめん。ごめんごめん。またねー。若い人にも伝わるモノマネってありますかね。おじゃる丸伝わらないの？ドラえもんとかじゃない？10倍使ってたので泣いた。うん、おーんですな。でも当たったから、まだ当たらなくて4位より、当たって4位の方がありがとう。ちびまる子ちゃんとか、大変ありがとう、ありがとうございます。じゃあ次3分3秒にします。のび太くん、のび太くん、ダメじゃないか、のび太くん。ドラえもん、おいのび太、おいのび太、野球しようぜ。ママ、おい伸びた、野球しようぜ。伸びたぽん、うぽぽぽぽ、うぽぽぽぽぽ。3分3秒、1、2、3。はぁ、押せなかった、ごめんなさい。だがしかしかし、ユリア、ピースさん、小池薫さん、聖子さん、お、全員私推しの方だ、よかった。なんか最近指反応せん。でもギリギリ反応してた、よかったです。ありがとうございます。いや3秒の中だったんだけど、 3.5秒ぐらい多分やった。たまにあるよね、なんか自動ドアがさ
反応しない日とか悲しくなる。ですよね。来ると思ったんですよ。わーい。わーい、ありがとう。1位になりました。ね。そうそう。結構メンタルやられます。でも自動ドアに認証されなかった時、あ、私ってこの世にいないのかもしれないみたいになる。7分7秒でいきます。7777透明人間になったんじゃね。これならあんなことやこんなことやり放題じゃねとは考えないの。考えないね。大変ありがとう、ありがとうございます。透明になってやりたいことなんて別にないもん。皆さんは透明人間になったら何がしたいんですか？無駄な会議から抜け出すとき、透明だったらいかんでいいじゃん。5、6、トン。自分の存在消えるみたいだよね。天丼マンの踊り実体でやりなよ。おきちゃんの部屋に入ってそう。あなたがでしょ。なお、オタク3日目さんをふふふしえさん、コウジさんに当たりました。ありがとう。公演当選してなくても入り放題。そうな、タクシー乗れんのは辛い。歩きなさい。すりガラスくらいの透明さ、バレるよ。透明人間、またピンチやん。止めとったんかい。ジョーカーの出し合い、グリーン車に乗っちゃういいね。あー、またバーストしちゃってる。おーのー、かわいとうに。それが恋と知ってし、イエーイ1位。それが恋と知ってしまったなら10倍がまた10倍してたの。おほん、こんな自然に話せなくなるよ。
だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。11分11秒にします。1111。もしも魔法が使えて夢が一つ叶うならば、ありがとう皆さん。きっと世界の誰もが幸せになる。一度きりの魔法なんて、あれもこれも欲が出て、今すぐに決められないよ。迷ってるうちに黄昏。そうだ、ありがとうね、初選抜曲素敵。結構好きなんですよね、この曲。ダンスも好き。6、7、8、9、10、ポン。木彫りの鮭さん、天照流なんて読むんだろう。千穂ちゃん推しの方と当たりました。なんて読むんだろう。天照トラさんですね。天照流なんだっけ。これなんかの感じで見たことある。私のことを推しメンにしてくださってる方のお名前を読むようにしてるんですよ、一応。カード、あの表に出てるカードがね。もううちの配信を見てくださってる方って分かったら読むけど、あの門構えに人間みたいな感じ。アマかける竜のひらめき3。なんなんその言葉。これはもしやバーストへの道をまっしぐら。あ、そうなんだ。ルローニケンシ、どんなものにもそういうあれがあるんだね。水面切りみたいな。あまかける竜のひらめき。あらまあ、止めるがお上手ですな。
みんちゃんの好きな四字熟語は？四文字熟語は？関門放射です。16分16秒でいきますね。さよちゃんありがとう、ありがとう。16分16秒かわいい顔文字。家庭菜いろいろ。何いろいろって。感音放射、感じる音で、そう、報いる。あ、16分16秒の話ね。いろいろ。みんな四字熟語で話して今から。なんかうわめっちゃいい精神って四字熟語見て思ったんですよね。観音放射すごい漢字がいっぱい。16分16秒。ほい。さとしさん、ムッシーさん、ミホリン推しの方と当たりました。すごっ、ミホリンパラダイスの星全部虹なんだけど、すごっ。もう四字熟語やめていいや、脳が追いつかんかった。そう、ごへいもちさん、1位イエーイ。雨降ってきた。20分20秒でいきます。大変ありがとうございます、ありがとう。恩を感じて社に報いる。2020。ね、悩むこともありますが、
結局悩んだ末にね、いつも行き着く考えっていうか答えはなんかお世話になった方々とか応援してくださってる方に恩返しできるのはもっと自分が大きくなって彼のことなのかなって思うから頑張ろうってなるんですよね。東京リベンジャーズで覚えたのよろしくやばいでしょ。2020よ。今日眠たいわ。さっきゆらみちゅさん、天使の絵の具さん、長谷川さんに当たりました。ありがとう。早打ちイベントの時に一番のターンになったら心が準備できてない、まだ。配信終わったらすぐ寝ます。間違えてた。なんで？すぐ間違えるよ。みんなありがとう。今私は何が食べたいでしょうか。うん、ありゃまあ、ありがとう。ヒント、お腹は空いてない。手抜きまちてニコニコにします。うちの奇跡やった。イエスさん、アイス食べようかな。皆さんからいただいたあの高級アイスがまだ残ってるんだよね。
みちゅイコール料理せんイメージじゃけど予想外に美味しそうに作れとるのだって。やりゃあできるんだ私だって。料理のライティングが上手。本当？ iPhone 12 Pro の力やな。あのショールームでなんぼ達成したら、なんぼ達成したら高級なんちゃらがもらえるみたいなやってて、 それで高級アイスをいただいたんですよ。本当に美味しいんです。だから皆さんからいただいたって言ったの。プレゼントなわけではないんですけど、と海鮮届いてない。まだやったはずなんやが、ヒロコロリンさん、ともやさんとふーちゃん推しの方と当たりました。ありがとう安藤さんですね。これふーちゃん推しメンにしてたらさ、カードもらえるのか。今月っていうか100以内入って、あの来月のもらえるの。あなたペンライト振らなくていいから早く出しなさい早打ちなうだよ。厳しいこんばんは。こんばんは。猫。あ。止めてたわけじゃないんです。ごめんよ。ありがとう。ニムインゴだ。はい、じゃあ次は3030にしましょう。3030猫。久しぶりにショール見て嬉しい。ありがとう。明日会おうかな。眠いから。ああ、眠いからしょうがないけど明日食べようかな。こんな時間だけど。3030です。3030。体冷やすと眠くなる。そうなの？体冷えたら眠くなくなるんかと思った。アイスさっき食べたねえ。じゃあ私も食べんといけんわ。そりゃ食べたん人がおるんなら食べに行きます。私も。うわ
もうこれ食べんといけんくなったわ。しょうがない。いや別に食べるつもりはなかったんだけど、食べんといけんくなっちゃったわ。ね、ワンチームだから。2つ食べました。2つ食べちゃダメよ、お腹下すよ。プロジェクター使ってる人がおったら使わんといけん。確かに。いやでもね、美味しすぎて目も覚めるんよアイス。今果物、いやどうしようかな。果物系かバニラ系か迷うね。あと10秒。2、3、4、5、6、7、8、9、ポイン。いやそうね、やっぱ夜はちょっと罪悪感を抱えつつ果物かな。バニラの方が太りそうな気するから。牧村三井さん、トントン21さん、コモチンさんと当たりました。ありがとう。そうそうそう、本当にゴッドオブアイスです。眠すぎ謙信だ。ドーナツ食べるか迷ってます。私今日ドーナツ食べた。ジョーカーの使いどころがないっす。銃持ってたけどトンネルした言った言っちゃ、あ、ダメや。でもこれ持っとかんといけん。ジョーカー出して終わったら反則負けだから。おーなー、あー終わった。なすすべナッシング。ワーストしちゃった。ありがとう。次34分34秒にしようかな。早すぎ？いける？アイス食べたい。34分34秒が終わったらちょっとアイス選んでこようかな。ダメだって。眠たい。いきなり。でも眠たいって言えとるうちはまだねんよ。キャリングお上品でしょ。
3、4。メイクするから眠くなる。そうなの？確かに。2、3、ポン。風呂は入ってないです、まだ。ポッポアルバーンさん、ティスさん、このタン推しの方と当たりました。ありがとう、久しぶりに来れた。ヤッホー、久しぶり。かわいい。ああ出してなんか。寝不足じゃないよ、めちゃ寝てますうん、アイス食べない方がいいかな。ねえねえ、どう思いますか？食べない方がいいのは分かってる。でも食べたらすごく気持ちいいことも分かってる。唐揚げのセリフ知ってるよ。食べていいよ、食べてほしい、食べてええよ、食べちゃいな、考えて食べるべき、食べるべき。ああ揺れる、心が揺れる、揺らぐ揺らぐ、ゆらりゆらり揺れている乙女心ピンチ。ちょっと味だけ見てくるわもしかしたら持ってくるかもしれんけど、3分半以内に戻るけん。乗りました。今夜私がいただくのは、あ、見えません、ああストロベリーアイスクリームでーす。はーい、ピーチシャーベットと迷いました。でもこの味があと2個あったので、ちょうど全部を1個ずつにするためにちょっとこっちにしました。あーなんか目覚めた、階段降りたら。
霜が降っております。ほらほら、キラ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 、霜降り、霜降りアイスクリーム。見てくるだけじゃなかった、アイスがついてきた、お家に。写真撮らなくて撮っとくか、罪悪感謝目を。このメールのタイトルは深夜の罪悪感、深夜の罪悪感イコール最高の気持ち。映らん。はーい、入りますかね。この前ね、このあ、このスプーンでね、このこれのシャーベットバージョンのアイス食べてね、スプーン折れたんよね。だから怖い。でもね、カッチカチではないんですよ、素晴らしいことに。はっ、パキって言った、危な、怖い怖い怖い。アイス用のスプーンあるんだけど、あれ冷たくなるじゃん、スプーンが。いただきます。あ、すごすご。いや、ストロベリー感よりミルク感の方が強い気もするけど、いちごのなんか奥ゆかしい甘酸っぱさって感じ。高い味がする、コンビニにはない味がします。奥ゆかしい味がします。なんだこれ、あー美味しい、言葉に表せれないほど美味しい。これ多分高級すぎて0キロカロリーだ。まあまあ、千疋屋さんですよ。
しいな。どうしたものかって感じ。食レポしたよ、もういっぱい。すごいな。食感は重ため。いや、これはシャーベットじゃない。これは普通にストロベリーアイスクリーム。ピーチシャーベットと迷ってシャーベットやめました。食パンとどちらが硬いですか？ん？断りつきはしないんですけど、なんて言ったらいいんだろう。このスプーンは多分サンフレのエディオンスタジアムでアイスとか食べた時についてくるやつを洗って使いよるやつ。安い。違うかな。持って帰ってきてないかも。あと3口ぐらいで終わる。
その一口いただきます。スタンディングオベーション。実に深い味でした。ごちそうさまです。ちゃんと立ちました。起きた起きた。おいしい。感想が浅い。いや、体験してほしい。深すぎて言葉が出ないから。本当に寒くなってきた。あ、寒い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 。熱量200キロカロリー。無脂乳固形分 7%、 乳脂肪分 12%、 卵脂肪分 0.4%、 牛乳、いちごピューレ、クリーム、砂糖、脱脂粉乳、粉飴、卵黄、洋酒を混ぜればできるらしいです。はあ、ミルクの奥深いコクとか果物とのハーモニーが絶妙。いや、お酒入ってないよ。でも入ってるのか。味はしないですね。味はしないし、お子さんでも食べれるやつでしょ。あと59分59秒にしよう。これほくろじゃないね。今更なんですけど、今村さんの声って色っぽいですよね。そう？色っぽいですか。色っぽいですか。クラコンのご飯粒のやつやったし、ここについてるやつでしょ。キラリンレボリューション大好きでした。ナーさん、ナーさん持ってた。今の顔で色っぽさが色っぽさなんていら
やんないんだ。マリトッツォ食べたことない。でクリームあんまり得意じゃないからいっぱいは食べれないんですよ。好きだけど、だからマリトッツォちょっと見た目で怖い、食べれるか不安で、だから食べてない。みちは ST のセクシー担当だって僕が言ってました。セクシー担当な。セクシー担当、困りとっつぁんもあるの。本人も言ってましたよ。本当、私言ってた。覚えてらっしゃいんくらい近くないの。え、ないですよ。歌声もたまにセクシーな時ありますもんね。意識してそういう曲だからそう歌うときはあるけど、休み。昔配信でトロムさんと私はノンセクシーでって言ってた。そんなことやってたの、よく覚えてますね。まあね、ジャズダンス系の踊り方なので、確かに踊り方はちょっとセクシー寄りにはなるかもしれない。なんて言ったらいいんだろう、首の使い方とか腰使いとか、なんか角度はセクシーなのかもしれませんね。やん。はい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位シェンさん、12位試験マシンさん、11位長谷川さん、10位 M ケンさん、9位テリー P さん、8位オフさん、7位ナムちゃんさん、6位中原さん、5位坪井ゆうすけさん、4位誰とも結婚などしないでさ。3位奈々さん、2位長崎県民さん、そして1位はドゥルルジちゃんパビンさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルジちゃんシャルルさんでした。 Thank you。 酔ってませんよ。59分59秒にやるね。七並べ。皆さんもやりましょう。ぜひ。それではおやすみなさい。またお会いしましょう。バイバイ。またね。今料理にハマってます。 Love you. Thank you.